さて、対局をスタートする前に解説者をご紹介いたしましょう。麻雀忍者こと藤崎聡プロ、そして麻雀 IQ220 こと勝又健二プロにお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは東牌のスタートです。さあ始まりました。トン一曲、親は杉浦、なんちゃに畑、シャーちゃにガース、ペーちゃにアラと、また今回もね、なんかベテラン2人と若手が2人みたいな感じですね。さあドラは9走でございます。この中だと一番若手になると誰が一番若手？年齢的には杉浦くんが一番若いですね。杉浦が一番若い、はい、なるほど。ただプロ入りで見るとガースが一番、ガースが一番、ええ、そうですね。さあその親杉浦、トラは9走、お、まずまずですね。まずまずですね。ペンチーマンから払ってきます。 Q1 から行きました。さあ畑の手、数ワンも持ってきて E1。 さあガース、ピンズの1通が狙えますね。1通が狙えますね。さあ9走となった、ドラドラ、ここはチャンス。おっとハーピンを引いてくる。さあ畑、お、チュン。さあシャアはどうする、つもぎる。さああらローワンが重なった、ペーチャですからね。リャンピンからいきましたね。そうですね、ここはトンとペーが重なってくれて動ける形を狙ってますね。狙ってますね。さあハタトン、ちょっとハタ苦しいか。さあガース、おっとシャア、今切ったばっかりのシャアはつもぎり。さあキューピン、キューピンもつもぎり。さあどうだ、おっと、さあどうせ、いいそう、いいシャンテンでしたね。カンちゃんの方を残しましたね。残しましたね。さあ3ピンが重なった、面白いですよね。あの即リーチに行くんであれば、はい、カンちゃんよりもシャンポン、端のシャンポンの方が出上がりがしやすいんですけど、これはテンパった時に即リーチじゃなくて後継変化を狙おうという狙いですね。さあ3番どうする、ペイを切った。さあなんだ、お、狙い通りな形に進んでいきますね。さあピンズの方も同じ展開になると3色までいきますね。3色まで、なるほど。スーピン引いてくれば、さあ、お、さああとはジャントがどこでできるか、急走が重なればベスト、理想的ですね。おっと初を泣いた、仕掛けましたね。さあ1枚目の初から仕掛けていきましたね。仕掛けましたね。さあこのスーピンをどうする、これはひょっとしたら1通が崩れる形になりかねない。さあ3番ローピン、やっぱ畑さんはあれなんですかね、あの先ほど前回とは違ってね、今回はあの1着しか価値がない対局になってますからね。前に前に、はい、さっきの感じを見てるとね、あの最初から1枚目から仕掛けるタイプではないと思ったんですけどね、はい、おっとこれチーズ目指しましたね。お、さあ徐々に前にどうなる。さあどうする、いいピンつもぎり、やはりこれはリハンスを引いてピンズのカンちゃんからサブロストへ受け替えを見てるんですね。さあ何を引いてくる、ローソー C1 からいきましたね。そうですね、あのやはりウーソーチーソーどちらかを引けばチンイツを諦めてまたピンフイツの方に戻ろうっていう狙いですね。通った、まだリアンシャンテン、うん、リアンツモギリチュン、2枚切れです。2枚切れ、さあおっといいとこ引きましたね。これでいいシャンテンですね。さあ Q1、 ここでなかなか想図が伸びていかず川に危険になってきたのでリアン装備機を見切って安全パイプを残した、 Q1 を残した。さあ、いいピン切った。おっと、あー、これでいいシャンテン、くっつきテンパイのいいシャンテンですね。ドラ切る手もあります。ドラ切りましたね。これでウーソーチーソーを引いて数ピン切れば、1通、ピンフ1通で
リーチに行こうっていうことですね。さあウッピン目いっぱいです、これが、親ですからね。さあ何を引いてくる。おっと、これで赤ウソが使える形になりましたね。リャンゾー何を引いてくる、うん、いや取りたくないですよね。ですけどね、あー取らない、テンパイ取らず。さああとはガースは仕掛けるのかどうか。パーピンポンはしやすいですね、3面ちゃんが残るので。ーパーピンポンするとスーチーピンが残る、はい、あとさ展開も大事になりましたね。あのローソー切り遅れれば畑さんに危ないですからね。いやこれも取らないですよね。これ取るんだったらカンチースを取っておいた方が良さそうな気しますからね。さあローソーつもぎった。さあなかなかスギラにもテンパイが入らない、うん、ここで、あいいそう。さあこのローソーを先に処理しときたい。いいわ、うん、ただ赤ウソ引きとか大きいですからね。まあそうですね、はい、さあどうだ、はい、これで単用に変化ですね。ローピンの受け入れはなくなりますが仕掛けれる形、これでイースチーピ ン、さあ鎮逸テンパイですよ。高め1つ、高め1つ、イースチーピン、さあどうなってしまうのか。いやチーピンアンコられてますけど高め残ってますからね、さあ引いてくるか。あらもう引きたいとこですもんね。いやそうですよね、ドラさんのチャンスですからね。さあこの数はどうする。お9ピンからいきましたね。ということはやはりガースの捨て牌が序盤にシャーなんっていう風になってから手出しでソーズ出てきてるんで、はい、一色手ってバレ、読まれてないかもしれないですね。9ピンが切り早いですもんね。まあ、ただ ね、あの分かっていても勝負するだけの価値ある手ですけどね、まあ、あの杉浦君が。そうですね、まあ親ですしね。さあどうだ、なかなか旗にも先輩が入らない。さあどうだ、あらにもなかなか入らない。ちょっと危険かなと思ってるのか、うん、そうですね、スーソー合わせ打ちの形ですからね、さあ杉浦親先輩取らないと流れてしまう。いやまだガースのイースーチーピン山に残ってますよ。ありそうです。さあどうだ、積もった、積もった4戦2戦満貫の上がり。そうですね、鎮逸、うん、鎮逸、まあ、休めでももう十分ですよね。そうですね、はい、始まりからね、まあ、あの難しい分岐点ありましたけど、はいはい、まっすぐ鎮逸って正解でしたね。正解でしたね、本当に、はい、さあガースが一歩リードしました、はい、さあトン2局、親は旗です。まだまだね、別に大丈夫な点数ですからね。そうですね、満点台なんて、はい、誰でもチャンスがありますから。さあドラはトンですね。さあ親の旗、手牌はどうだ。赤馬ありますね、赤馬ありますね。トンが1枚、この2杯で何を持ってくるか。どうだ、もう1個は、どうする、何からいく。ドラはトン、ちょっと時間のかかりそうなチュンからいきましたね。そうですね、さあガースがいいそう、うん、形はいいですね。あとは打点をどうつけていくか。さあ、アラは何からいった。おっと、これで一面図完成。さあ、親の旗、ウーピン、初から。さあ、チュンはどうする。パーワンから切りましたね、白。ナンはつもぎり、
さあ、おっと、スーピンを引いてきた白。ここで9ピン。さあ、チーピン眼光。今回は畑さんは親番だからですかね。素直に自敗からの切り出しになってますよね。切り出しにしてますね。ま、うん、っすぐまっすぐ。さあ、いいシャンテン。おっと、いいですね。でも、角がいいですね。うん、徐々に徐々に伸びてってる。さあ、パワーは角切り。トリャンワン。おー、いいシャンテン。いいシャンテン。さあ、これでどうする。 1,2,3 の3色まで行きたいですよね。ただ、ウーピンから切ったということは、スッといいスーピンを引いて、リーチのみでも OK っていう考えがありそうですね。例えばEピン打って赤ウピン引きに期待したり、はい、ローピン引きからの手配変化期待する手も有力なんですけどね、はい、こう構えたということは、イースーソー、まあイースーソー引いたら手がありますでしょうけど、スーソー引いたら即リーチいきそうですね、うん、さあ何を引いてくる。トリャンピン、さっき1は角切り。まだトンが旗のとこしかいない。さあ、天敗ですが、これはちょっと取りたくないですね。取らない、取らず。難しかったですよ。今、数ピン打って、E ピン引けば 1,2,3 の3色っていう手もあったんですけどね。アラさんは、両面系を目指したっていうことですよね。さあ、リーチが入りました。さあ、ここもいいシャンテン。親ですからね、行きそうですよ。ガースはちょっと一歩後退しそうな手ですね。うん、ドラクラですからね、行くんでしょうね、今回は。いやー、当たりっぱい。持ってきちゃった、出ました。今のところ、リーチ一発、2600点の上がり。はい。まあまあ、行きますよね。そうですね。うん、まあ、あの、振り込んだアラプロに関してはあのラソーヤなんでね、この辺はある程度は勝負していくとは思うんですけどもね。さあ、トン3曲、親はガースです。さあ、親のガースもね、ここでちょっと点数をね、もうちょっと上乗せしていきたいところ。うん、そう、ね、それ理想的ですよね。さあ、ドラはスーソー。まあ、この一着取りの麻雀でね、あのこの点数からさらに親番で上乗せできると、おそらくもう追っかけてくる人は一人しかいないんで、ああ、なるほど、結構ね、あの打ちやすい展開にはなると思うんですよね。あ、まあ、誰かはあの何点離してもね、このシステムって必ず誰かは追っかけてくるんで、はいはいはい、はい、ただ挑戦者が何人にいるかっていうことですね。はい、さあ、今数層重なりましたね。さあ、初は角切り。さあ、ペーからいった、うん、杉浦がドラトイツ、はい、うん、原さんは仕掛けがうまいので有名ですからね。あの何はどうしますかね。何、一目泣きたくないですけどね、形は。数層が引いてくるか、はい、まあ、あの間違いなく僕らには投げないんですけども、うん、原さんこういうのうまいですからね。はい、さあ、おっとパーワン。あ、いいですね、うん、さあ何を嫌う、はい、いいそう。とおっとパーソーが重なってで、リャンピン、リャンシャンテンですね。チートイツリャンシャンテン、うん、まあドラドラですから単葉を見ながらなんですかね。え、素直にチートになってくれればっていう感じなんでしょうね。さあ、トン、トンはどうする。1枚も切れてない。リャンソーからと、こっちにもトンが来た。トンはつもぎり、うん、そうですね。さあ、スーワンはつもぎり。とローピンが来ましたね。3ワン関連は払った。さあ、シャアはどうする。
トンから行きましたね。もうアラさんは目いっぱい手を広げて攻めてるっていうところですね。そうですね。で、ウンソーがうんこになりました。あ、スーピン行きましたね。難しい選択でしたけどね。ドラのスースを引きを重視するか、ピンズの伸びを重視するか。やはり現状だとまだ打点ないですからね。トイトイかドラ引きか期待したいとこですよね、アラさんの手は。さあ、スーワン。リシャンテンですね。リシャンテン。何を、おっと、これでどうする。これは急走ですか、パーマンですか。あ、パーマン行きましたね。パーツオーバーの形ですけど、急走3枚切れなんですよね。ただあのドラそばの3増を残したいので急走も取っておきたいんですけど、トイトイには全く必要がないっていう場合でしたね。さあ、ドラの数走がポツンときた。どうする。これはペンチ1枚払っていきますよね。何を引いてくる。ペー、おっと、イーシャンテン、イーシャンテン。ただできればそうドラにくっついてもう一回組み替えていけると理想的ですね。さあ、スーピンはつもぎり。おっと、どうする、うん、チートイのイーシャンテン。そうですね、これで統一系の方に行きそうな感じはしますけどもね。いいそう、はい。こうなると